色の解体を行っていただきますのは松山からお越しいただきました綱吉の皆さんです。お願いいたします。さあそれではね、まずは皆さんに先ほどからご覧いただいておりましたこちらの大きなマグロ、マグロね、いろいろございますが今日は、マグロもいろいろ種類があるんですけど、今日はマグロの王様と言われる本マグロを、試食解体させていただきたいと思います。こちらが本マグロです。重さどのぐらいでしょう？これで55キロあります。55キロ。一般的に何人分ぐらいこう取れるものですか？いっぱいです。もういっぱいです。皆さんにねぜひ召し上がっていただきたいということで大きいの持ってまいりました。さあこれをいきたいと思いますが、まずはどのように？はい、まずは頭の方から落としていきたいと思います。はい、ではねご覧いただこうと思います。よろしくお願いいたしますね。やはり包丁も、わ、ノコギリじゃないですか。ノコギリでいきますよ。はい、頭がまず落とされるようです。はい、顎のとこ切りましたそして皮のあたり切っております。うわ、かなり硬そうですね。硬いですか？あ、だいぶ硬いですね。木を切る感じで言えばだいぶ、お、今頭が取りました。これで、はい、こちら部位の方の説明させていただきたいと思います。こちら具肉といって脳天肉ですね。こちらの方、塩焼きなど美味しく食べられます。でこちら目玉、こちら奥の方にコラーゲン入っております。お肌スベスベになりたい方ぜひともお買い求めください。でこちら頬肉見えてないんですけど、こちらも塩焼きなど美味しく食べられます。はい、こちら希少なマグロに1つしかついてない希少な部位になります。こちらですが本当に大きいですね。かなりあの部分だけで重そうです。重いですね。もうだいぶもう身が詰まってます、はい、さあそして次落としていくのが釜2つ落としていきたいと思います。釜を落とします。本当だ、いろいろこう曲の方もマグロのいろいろ部位のこと言っております。はい、こちら釜、はい、こちら釜、こちらの方 見えてると思うんですけど、こちらが脂がよく乗ってる釜トロと言われる部分になります。こちら大トロ、もうすごい希少な部位になっております。間近で見ることできません。今日はねちょっと高い位置にしてるのでだいぶ遠くからも見ていただけるのがいいかなとは思いますが、さあもう一つの釜、はい、ございます。さあ実はですね、この頭の部分と釜の部分、新居浜にございます、寿司ひでさんの方が購入していただいて、これ会場にいるお子さん頭と釜一つずつ二つねプレゼントしてあげてくださいということなんですよね。はい、だから3人頭そして釜一つずつね、お子さん限定で、ごめんなさい、お子さん限定でお願いしたいと思います。欲しいよという方、あーいっぱいいるぞ。さあそしたらですね、これじゃんけんしていこうかな。じゃんけんでね、頑張ってください。まずは頭の部分のじゃんけんからいきたいと思います。みんなやりたい人手挙げて、頭いきます。せーの、最初はグー、じゃんけんポーン、グーだ。今グーだったお友達だけいきます。せーの、最初はグー、じゃんけんポーン。じゃあ3回戦いきます。今パーのお友達でいきますよ。せーの、最初はグー、じゃんけんポーン。もう一回パーだーもう一回パーのお友達、もうだいぶ少
よ。あ、チョキじゃないです。はい、じゃあお二人でじゃんけんいきます。せー、二人で二人で、せーの、じゃあ最初はグー、じゃんけんポー。あー、チョキだ、こっちでこっち。では頭の部分持ち帰っていただこうと思いますよ。さあ、この頭の方、持てる、持てるかな。大丈夫、お父さん。はい、おめでとうございます。お父さん、マグロ好き、はい、よかったです。家族みんなで食べてください。じゃあ、釜いくよ、もう一回釜いくよ。お二人当たるからね。はい、もう一回いくよ。いきましょう、せーの、最初はグー、じゃんけんポー。パーの人。さあ、じゃあ続きの釜いきますよ。せーの、最初はグー、じゃんけんポー。グーの人また残ります。最初はグー、じゃんけんポー。あー、やった、負けた。ここです。はい、おめでとう、カバー当たりました。はい、こちらの、はい、おめでとうございます。こっちさん、はい、はい、おめでとうございます。美味しく食べてください。お待ちどうさまでした。ごめんなさい、まだまだありますのでね、続いていきたいと思います。さあ、では続いてはどのように。あ、次、マグロは、ですね、一応三枚おろしとか聞くと思うんですけど、背中、お腹で、五枚おろしに、していきたいと思います。はい、大きなこれ、包丁、マグロ包丁でございます。刀のようなマグロ包丁でいきましょう。ザクザクザクと。あー、いい感じで身が見えてまいりました。はい、撮ったお写真ね、いいところ撮ってほしくださいよ。はい、はい、今骨に沿って背中の部分が切り取られようとしております。サワイヤですかってね、聞こえるといいんですけど、ごめんなさいね、声いただきながら行きましょう。さあ、今骨がボリボリと言いながら、はい、行きますよ、見てください。あ、髪型の取れました。中の部位です。マグロって、あ、もっと赤いんじゃないのって思われるかもしれないんですけど、これおろしたて、これから空気に触れることによって、あの、いつもイメージされよるような真っ赤なマグロになっていきます。なるほどね、皆さん知ってました？私ももっと赤いのかなと思ってたけれども、今から空気に触れていくとどんどん赤くなるということですね。はい、で、一応背中の方が、こちらの片目の方が、中トロで、上の方のよく天身なんかって聞くと思うんですけど、そちらの方が赤身になっております。この背中の部分の皮目の方が中トロ、トロッととろける中トロですね。はい、はい、はい、こちら、こちらちょっと色が、あの、ピンクっぽい薄くなっとるところが中トロです。で、こちらの上の断面のところ、こちらの方が赤身になります。さあ、続いて、はい、次が、こちら、あの、一応マグロで一番高級とされる大トロがついてる部分を下ろしていきたい。大トロが見えますよ。さあ、これから大トロの姿が見えてきます。になります。どのあたりが、あ、なんか油の
るっていう感じですね。はい、こちら、大トロになります。今日は長崎県産、まあ、その中でも、一番北の方の冷たい海域で育てとるマグロになります。その冷たい海域で育てることによって成長は遅いです。やけどその分脂の身が締まったきめ細やかな美味しいマグロが作られると言われております。あ、いろいろ変えていくんですね。あ、骨を切るときはこのノコギリのような。そうですね、やっぱもう骨が硬いんで、薄い包丁とかやったらかけてしまいます。あ、かけちゃうんだよね。はい、よくこのこういうところ、こっちの方テレビとかの映像で市場とかにこの尻尾が切っとる状態で転がっとるところとか見たりとかすると思うんですけど、プロの方はここの油の乗りを見て美味しいか油の乗りだか判断しております。そっか、ここはね、確かに切られてるのよ。はい、今日のマグロは100点のマグロです。はい、100点です。お墨付きいただきましたよ。はい、先ほどねも切り取られましたマグロの方、柵の状態で、あちらでラップして、販売になるようでございます。入れ替えられた頃にはたくさんのマグロも出ませんな。はい、そんな柵がたくさん出ておきます。じゃあ中トロも大トロもいっちゃうんですね。はい、まだありますね。はい、身の反対側の方切っていきたいと思います。はい、この骨の間にもね、いっぱい肉がね、身があって、こうよくお酒取ってね食べたりしますよね。はい、皆さん中落ちとかって聞いて、中落ち好きって言われる方おられると思うんですけど、こちらの方一番骨に近いということで、一番そのマグロを取った後、最後に旨味成分が骨に近い分残りやすいっていうので、一番このついとるところが美味しく甘みがあって美味しいマグロと言われております。なるほど、甘みがあって旨味があってという部分だそうですよ。てますか。ここだけでもお腹いっぱいになりそうですね。じゃあ反対面の方も下ろしていきます。両方とも下ろせました。はい、下ろすことができました。
思ってたんですけども、そんな感じじゃないですね。みんな並んでますもんね。ぜひぜひ購入していただきたいと思います。まずはちょっとお知らせです。はい、今から中落ちの方を、これもう家庭の方で中落ちを取っていただけたら、これ全部丸々で1000円で、1000円で欲しい方。じゃあこれは大人の方のじゃんけんだ。もうじゃんけんです。じゃんけんいきますよ。一人なのでね、一人しかないです。いきましょう。いいですか。はい、じゃあこれは大人の方も大丈夫です。いきます。これも勝ちだけ残ってくださいよ。いきます。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。まずはパーの人だけ残ってください。じゃあ、あと最後の勝負、誰と誰、ここと、はい、いきますよ。勝ちました。え、誰が勝った。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。あー、チョキの2人でいきます。せーの、最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょー、あいこでしょー。はい、じゃあお父さんに当たりました。中落ち1000円で、はい、これ中